お待たせしました。それでは次のタイトルですね。こちら国産のタイトル、ゲームになります。青き雷帝ガン、あ、アームドブルーって読みますね。青き雷帝と書いて、アームドブルー、ガンボルト、ソーの、ガンボルトエニーパーセントですね。こちら解説の方に来ていただいております。ということで、解説の、会場さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。会場です。まあ、昨日のアンダーテイルで解説させていただきまして、まあ、アームドブルーガンボルト、ソーの方は私普通に走っておりまして、昨日ちょっと復習がてらですね、走ったところを自己ベ更新して、18分15秒と、まあ、スイッチ版で言うと、まあ、世界5位の記録出させていただきました。ということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でですね、まず、このゲームを解説する前にですね、一つ、語録の方を紹介させていただきたいと思っておりまして、ちょっと、チャットの方に今送らせていただいたんですが、このゲームですね、言葉遊びとして、遅いは音速位、速いは高速位と書きます。なんですね、この欄の最中だけでもいいので、この語録使っていただければと思います。ちなみにこの言葉、本作2作目ですが、2作本作には出てこないですよね。そうですね。前作ガンボルトの方で、ちょっとね、痛い軍人さんの方が、使われていた語録でございます。この書き方で早いって読みます。はい。言葉遊びはもういいということでやっておりましたが。はい。というわけで、まずガンボルトの説明の方をさせていただきます。ですね、ガンボルトはインティクレイツ発売のライトノベル 2D アクションゲームで、まあ、ロックマンライクなゲームとなっております。まあ、むしろですね、インティクレイツ、ロックマンゼロやロックマン9の開発なので、まあ、実質これはね、ガンボルトはロックマンということでございますね。でですね、あと、まあ、インティクリエイツ、どんなゲーム他に作ってるのっていうと、実は2日目のクレヨンしんちゃん、嵐を読むシネマランドの大冒険もね、インティクリエイツなんですよ。そうですね。いやー、なんかで、このガンボルト自体はですね、どんなストーリーかというと、まあ、あれですね、ニーアシリーズみたいな感じで、2D アクション界、まあ、インティがですね、2D アクション界の横みたいなとこあるので、まあ、割と中身が、ご察しくださいといったところでございまして、ちょっとね、メリーバッドエンド気味なエンディングが多いです。で、ですね、他にインティが手掛けているゲームで言うとですね、モテモテになった男の子が迫ってくる女の子を目力で気絶させるというちょっと頭のおか、恥ずかしい内容のシューティングゲーム、ギャルガンの開発でもあります。温度差がやべえぜ。そうですとね。いうわけですね。で、ですね、このガンボルトシリーズは、インティがですね、ロックマンゼロとかもそうなんですが、委託開発ばかりしていて、社内のモチベーションが下がってきた。ということもあって、まあ、自社タイトルを作って、やる気等を回復させようという、まあ、カンフル剤のようなところで作ったゲームで、まあ、それがロックマンライクだったということもあって、海外でヒットして、まあ、人気シリーズとなって、まあ、サクセスストーリーのまさに、ゲームタイトルとなっております。でですね、もともとは、3DS 版で発売されていまして、まあ、それがスイッチで移植されて、さらに、まあ、Steam、PS4 で移植されたという感じのゲームになっております。で、しかもですね、このゲームはボーカル曲にかなり力を入れておりまして、まあ、スイッチに移植された時に空白板書、タブララサという新曲を追加して、さらに PS4 ではさらにラストステーションという曲を追加しています。ラストステーションについては、YouTube のインティクレイツ様公式ホームページにて、桜川メグ様扮するヒロインモルファのミュージックビデオをフルで見ることができますので、まあ、見ていただければと思います。で、まだセットアップ時間かかってるようなので、奏者さんの説明の方させていただきますと、ですね、奏者さん2人ともちょっと練習配信とかスピードラン .com 上で調べさせていただいたんですが、ですね、ちょっと待ってくださいね。奏者さんの情報をどこに置いてきちゃったっけ？あ、少々お待ちください。申し訳ないです。あ、やべ。そうですね、奏者様がですね、両方とも出しているタイムがですね、ワールドレコード持ちな方でして、ですね、大体45分で両方ともクリアしてらっしゃるので、まあ、今回のところで言うと、まあ、かなり接戦したレースを見せていただけるんだと思います。で、またセットアップ時間かかるようなんで、他に何か言うことってあったかな？
そうですね、どうしようか。まあ、ゲームシステムの解説でも世界観の解説。ああ、そうですね。じゃあ、ちょっと世界観についてやって、説明させていただきましょうか。世界観で言うと、セブンス能力という、まあ、いわゆる超能力ですね。が、まあ、台頭してきたような世界になりまして、まあ、ちょっとそのセブンス能力者っていうのは、まあ、まだちょっと人類の絶対数に比べて少ないっていうところもありまして、まあ、迫害対象となっております。で、まあ、そういったね、迫害対象を、まあ、なっている人たちなので、まあ、ちょっとそういうのを統率しようとか、まあ、そういう統率に対して反逆しようとか抵抗しようっていう勢力とかがいろいろと入り乱れておりまして、まあ、日本国内でいうと全てを統治しているスメラギっていう組織があるんですが、まあ、このスメラギが、前作ガンボルトの方で、まあ、ちょっと社運をかけた一大プロジェクトが頓挫したということもあってかなり弱体化しております。で、その弱体化した状態で今作の敵対組織である、まあ、エデンというところがですね、攻めてきまして、まあ、それによって今回いろいろとトラブルが起きていくという形になります。あ、そうですね、コメントであります X メン的な世界観をさらに中二っぽくした感じっていうのがまさに正しい状態だと思います。あー、まずいです。能力者は凍結すべきとか、これだよね。本当に、アキラ君は流せないんです。まずい。そういう過激な発言が進むと、ね、このチャンネルが危うくなってしまいますので、もっと平和的な発言をお願いします。もうね、知っている方は、アキラ君の、言動のやばさを分かってくださってると思うんですが、まあ、本当にね、やばいです。ヘイトスピーチしかしない方なので、まあ、ですね。ただ、その反動もあって、これのさらに外伝作である、白き鋼鉄のイクスの方ですはね、アキラくんが主人公になっているんですが、まあ、かなり落ち着いたね、ちゃんとした好青年になっていますので、まあ、そちらも合わせてプレイしていただければと思います。ちなみにスイッチ版で、まあ、購入する場合は、ガンボルトの1、2がセットになったストライカーパックを購入していただければと思います。今回のプレイで使われるのもその、プレイステーション PS4 版の、ストライカーパックになります、ね、そうですね、こちらがストライカーパックですね、はい、さて、そのアキュラ君というのは、はい、まあ、今作ガンボルト層の、ダブル主人公のうちの片割れですかね。そうですね、片割れで、まあ、ステージ、まあ、最初のオープニングステージでそれぞれを、まあ、プレイした後に、まあ、分けてプレイするってことになるんですが、まあ、このゲームですね、ダブル主人公なので、まあ、真のエンディングにたどり着くためには、アキラ君もガンボルト君も両方とものプレイをする必要があるんですが、今回はガンボルト Any% なので、まあ、片方の、ね、エンディングしか見れないと思います。今コメントでありますね。PC でマイクつなげてっていうことなんですけども、実はですね、このゲーム、さっきも言った通り、歌に力が入っているということで、まあ、ゲームシステムの中に、歌っていうのがちょっと組み込まれておりまして、3DS 版および、Steam 版のガンボルト層単体のゲームに限り、ラスボスの攻撃パターンが変わります。でですね、そのラスボスの攻撃に対して対抗するためには、主人公が歌う必要があるんですね。というわけでですね。まあ、PC 版なら歌うのはまだいいんですけど、3DS 版って、まあ、携帯機じゃないですか。電車の中でプレイしてるとどうなるかは、まあ、ご察しくださいということでね。ちなみに、とある情報によると、本当に歌わされた人がいるそうですよ。はい。まあ、実際のどういうラスボス戦なのかは、ね、自分の目で。まあお楽しみてみようということで。はい。まあ、ね、まあ、そういう意味では、この、スイッチ版や PS4 版の、ガンボルト層は、まあ、完全移植ではないということになりますかね、クオリティ的に。若干再現、そうですね、その、ラスボス戦の演出が再現しきれていない。という、まあ、どうなんですかね。まあ、意図してるっていう意味で言うと、まあ、ガンボルト君の方は歌うのが正しいっていう意味にはなるので、そうですね、そういう意味で言うと、まあ、もうちょっと入手しづらいであろう 3DS 版か、まあ、今、Steam 版で売っているガンボルト層単体の方を買っていただきたいなと、個人的には思っております。そうですね、コメントでいろいろと、まあ、確かにまあ歌うと取れ高になるんですけども、Steam 版はですね、マイク感度を上げていると、ガンボルト君の声
でですね、マイクを自己認識するという、ある種の力技があるので、まあ、歌わなくてもできるっていうのがありますね。で、どうも知ってる方々がちょっとトラウマをえぐられているような感じがいたしますが、まあね、いろいろとね、やっぱりハミングは口ずさまないといけないっていうのでね、やらないといけない。あ、なるほど。あ、ガンボルト、そう、スチーム版も出たんですね。そうですね。なぜか、ストライカーパックの方が先に発売されて、なんでガンボルト、そうは全然これないんだって言ってたところをね、去年か、はいはいはい、2年前ぐらいにやっと単体で発売されて、まあ、その時、あれですね、インディクリエイツ様の方の公式のチャンネルでやってた時に、歌は僕の中にあると、まあ、さりげなくさせられるセリフもやっていただいて、実際、その 3DS 版の仕様が復活したっていう。ことです。あ、これはありがたいです。そうですね。やっぱり歌ってなんぼなんでね。はい、あ、で、まあ、ちなみに先ほどから歌歌って言ってるんですけども、先ほども言った通り、ラストステーションは、インティークリエイツ様公式ホームページでフルで聴くことができまして、さらにですね、外伝、白き鋼鉄のいくつの方の曲もですね、インティークリエイツ様太っ腹なので、全部フルで。アップされていますので、まあ、インティクレイツ様公式ホームページで、公式の、YouTube チャンネルでご視聴いただいてですね、気に入った方は、インティクレイツ様の、公式物販の方で、アルバム買っていただければと思います。全部神曲なんでね、ほんと聴いてください。困ったな、まだこれセットアップ終わりませんよ。そうですね、意外と長い。まあ、この、イベントスピードランズエスパニョールと、まあね、チャリティー先の組織に関しても先ほど紹介させていただいたので、え、歌いますって聞かれてるんですけど、いやー、ちょっとね、それはまあ皆さんで歌っていただきたいと思います。私音痴なんでね、ちょっとそこはごめんなさい、ご了承お願いいたします。はい、まあ、ちなみに、このガンボルトシリーズ、まあね、1作目、2作目は割と立て続けに発売、リリースされたんですが、その後、結構長い沈黙を挟んでおりまして。そうですね。やっとですね、そうなんですよ。2022年、ガンボルト3ということでね、ギプスの方が発売されます。でですね、まあ、先ほども言った通り、このゲームですね、インティクリエイツが 2D アクション界の、横みてえなとこあると言った通りですね、まあ、ちょっと先にちょっとだけネタバレをしてしまうとですね、ガンボルト層のエンディングはですね、かなりメリーバッドエンドな状態になっております。ということはですね、続編の3もね、まあ、なんと言いますか、ご覧のありさまだよ、みたいなことにね、ならないことを、祈ってるんですけどもね、一応、インティクレイツ様が発売されているゲームに、ブラスターマスターゼロっていう、まあ、ゲームもあって、これは、あれですね。なんて言えばいいんでしょう。ちょっと探索型、見下ろし型の探索型ゲームと、まあ、2D アクションを合わせたようなゲームなんですけど、こっち側は2の方で、まあ、そこそこちゃんとしたハッピーエンドになったので、もしかしたらちょっとね、インティクレイツ最近は改心してるのかもしれないと、密かに思ってるんですがね。どうでしょうね。ブラスターマスターゼロシリーズはもう本当にかなり王道なストーリーなので、そうですね、かなりいいセリフです。まあ、割と今度はトリロジーパックが発売されますので、ね、こちら側も購入していただければと思います。はい、まあ、ちなみにブラスターマスターゼロというのは、ブラスターマスターというのが日本で発売されたメタファイトというね、サンソフトのゲームの海外版になっておりまして、まあ、そちら海外版の世界観ベースの、リメイク作品的なものを、このインティクリエイツが半分ぐらいオリジナルで手掛けているというタイトルになっております。こちらも、来月ぐらいです。来月ですかね。そうですね。3部作の完結編的な新作が出ますので、興味のある方は調べてみてください的な感じですかね。そうですね。お願いいたします。あ、2と宇で積んでる、いや2やりましょう。ブラスターマスターは 1よりも2の方が断然出来がいいというか、ね、いろんな意味で豪華ですし。そうですね、はい、ガンボルトはね、1作目と2作目どちらがおすすめかと言われるとちょっと、言葉に詰まるところ、まあ、そうですね、なんかなでしこが綺麗に終わったのに劇場版でちょっとあれになったみたいなところあるのに近いんでね、はい、ちょっとまあそんな感じでございますが、どうでしょうね。まあ、そう、ブラスターマスターゼロシリーズは、うん、ユーザーの期待を裏切らない作品
そうですよ。まあ僕はガンボルトのノリも好きですけどね。まあ私もまあガンボルトはですね、先ほども言った通り、ライトノベル 2D アクションということですね、戦闘中かなりライトノベルを意識した熱い展開が入っておりますので、しかも主人公がちゃんとボスを倒すときに決め台詞のほとばしでアームドブルーということでね、ちゃんと決め台詞も言いつつ敵を倒してくれるので、かなりいいですよ。でちょっとそうですね、今コメントの方でブラマス2にアキラくんいるぞということで、まあ、ダウンロードコンテンツでですね、ゲームシステムを根本から破壊するアキラくんがですね参戦してしまって、かなりとんでもないことになったっていうのがありまして、これはですね、RTA in Japan さんの2019だったかなで走られてる方がいますので、ちょっとどんなゲームだろうって覗いてみていただくのもいいと思います。あ、そうですね、今コメントであります、ですね、ボスのカットインがめっちゃかっこいいんですよ、これ中二病台詞的なね、栄翔が一瞬入った上でさらにボスのね、必殺技のネームがバーンって出るんで、かなりかっこいいですよ。お、画面来ますかね。来ましたね。そう、お、来ました来ました、あ、来ました来ました、あー、キラくん、あ、これはあれ、これはもしかしてファイナルラストドップラーの時のあれでは、もうこれ前作一作目のアキラくんですね。そうですね、左下に映っているのは下のアキラくんで、最終戦の時に使ってくるカットインですね、はい、あ、 RTA でそのカットインが見れますかっていうことですが、カット不可能なので普通に見れます。で、こちらの、右側のベンジャさんですね、が、スイッチ版およびスイッチ版 3DS 版のワールドレコーダーで、左側の方がですね、この前練習配信で PS4 版を走ってたショットんですが、その時、スピードラン .com 上の、記録で言うとワールドレコードでございます。で、計測開始は、ゲームファイルのスタートで、このファイルで始めますかで、はいを選んだ瞬間になります。で、計測終了はラスボスに最後の一撃を入れた瞬間になります。ちなみにこちら言語設定は左の方が日本語で右の方が英語ですかね。そうですね。ただ、このゲーム基本的に会話イベントはスキップで、まあ、ライトノベル、まあ、ゲーム中のライトノベルについては、まあ、ゲーム進行に関わらず、まあ、そのまま流れてしまうので、特に進行に関わることはなりません。あ、まあ、一箇所だけライトノベルオフにしとかないといけないところあるんですが、まあ、それ以外は特に問題はないです。はい、ただ、まあ、先ほど、あ、そうですね。あ、ごめんなさい。で、あと、ごめんなさい。一つだけ、説明し忘れてたんですが、私が日本語版奏者なので、このゲームですね、英語版と日本語版で一部の技名が変わります。で、私が解説するときは、日本語版の技名を説明させていただきますので、一部矛盾があると思いますが、ご了承ください。まあ、その先ほどおっしゃっていたかっこいいカットインでも、技名、日本語版、英語版でそれぞれちゃんと表示が変わりますので、ね、そうなんですよね。まあ、その違いとかも見ていただければ面白いかなと思います。まあ、基本的に日本語版の方が私は技名かっこいいと思っております。あ、なるほど。あ、ちなみに余談ですが、このゲーム、言語設定をテキストとボイスでそれぞれ別のものを選べるんです。そうですね。そうそう。なので、テキストを英語にしてボイスを日本語にすると、英語版の技名を日本語の声優がね、読み上げてくれるという。ちゃんとやってくれるという傾向までございますので、ね。凝った仕様となっております。ちなみに日本語版でもそちらの、ね、言語設定自由に変えていただけるので、まあ、そうです普通に変えていただければ最初のところのオプションで全部の言語を選べますので、好きな言語でやっていただければと。あ、今コメントで変なところで凝ってるって書いてらっしゃるんですが、インテグレイツまさしく変なところでめちゃくちゃ凝ります。そうですね、そうなんですよ。でそこら辺の小ネタについてもね、走ってる
る最中に解説させていただければと思います。まあ、ただまあ、物好きでやってるだけというわけではなくて、まあ、このシリーズっていうか、インティクレイズのタイトル全般が海外ですごい人気がありますので、そうなんですよね。そちらの方の事情に合わせている形というのもありますね。はい、最近では、はい、あの、テキスト英語でもボイスは日本語でプレイされるという海外のオタクゲーマーの方とかもかなり増えてきているみたいですので。そうですね、いらっしゃいますね。このお二方もこの前の、まあ、ベンジャーさんに関しては、ワールドレコードの時の記録はその設定ですね。英語版で、言語は日本語、あ、音声は日本語っていう形で走ってらっしゃいましたね。なるほど。El conteo de la run, yo igual partiré como unos segunditos tarde, pero no, no va a afectar mucho. Así que yo ahora me despido, no me van a escuchar más. さて、そろそろなのかな？ちょっと待って、ね、そろそろ始まりそう。タイミングが読めないですね。そうですね、ちょっと。おっと、ベンジャーさんの画面が、あ、大丈夫かな？Okay. そうですね。この状態で、はいを押した瞬間から計測スタートです。んと、ベンジャーさんの方が。お、これで準備が完了な感じですかね。Vamos preparándonos dentro de tres. お、チャット欄で質問、どっちが勝つと思いますか？そうですね。一応、ワールドレコードとしては、両方とも45分台っていうのはあるんですが、スイッチ版の方がですね、実は、若干ロードが遅いという関係がありますので、ちょっとロード時間とかを、まあ、抜いた考えで言うと、多分、メンジャさんの方が早くなると思いますが、あれ？あれ？ちょっとタイミングがずれましたね。あ、外し。あ、始めました。というわけで、まあ、グッドラックです。はい、というわけで、ガンボルト君のオープニングステージ、潜入イントルーダーです。スメラギの巨大飛空艇が暴走しているので、止めに行きます。ちなみにスメラギ側からは、犯人と勘違いされているので攻撃されております。こっちは正規の使者やぞ、ということで。で、今ちょっと出ましたが、今ちょっとだけ左側に出た可愛い子が、ヒロインのモルファちゃんです。で、ガンボルタの攻撃パターンは今撃っている、針のようなものをですね、これが、飛来心ダートというもので、これを敵にぶつけることによってロックオン状態になります。で、このロックオン状態でさらに、今ガンボルト君砲撃してると思うんですが、この雷撃輪と呼ばれる攻撃をすると、ロックオンした敵に対して、放電攻撃が飛んでいきます。基本的にこれがダメージソースになりますね。で、ガンボルト君は、先ほどから、まあ、もう放電してるんでわかると思うんですが、電撃能力者です。正確には、電子を操る能力で、まあ、ハッキング含めて、まあ、電撃系能力者って言ってるようなことを言った時に、まあ、思いつくような能力はほぼ全部使用することができまして、まあ、作中でもかなりのチート能力として認識されております。で、ここでですね、ベンジャーさんの方が早いな。で、ベンジャーさんの方で今出ました。これがスーパーガンボルト君状態です。これがですね、広いモルファの能力、サイバーディーバー、間違えましたね。サイバーディーバーの能力によって、強化されている状態で、EP 無限、無限ダッシュ、無限空中ダッシュ、無限空中ジャンプができる状態になっております。これは強い。で、ですね、この状態で今走ってて、オーラ出てるんですけど、この最中、ライブノベルオンにしてますと、わら、スーパーなんとかビト的なオーラ出してるんですけどって言ってるんで、このゲーミングオーラ多分見えてますね、みんなに。で、ボスのプロトリギオン JP 戦です。でも、プロトってついて、JB ってついてるんでわかると思いますが、元ネタはプロトセーバー JB です。ミニ四駆ですね。で、今やったんです、あ、早い、早くて解説が追いつかない。今やったんですが、今このワープ攻撃が、ゲージが、3分割されてるんですが、1分割、そのうちの3分の1が削れる状態になると、消えてしまう、ワープ攻撃してくるので、その前になるべく早く倒して、左端で倒すことによって、移動時間の短縮と、敵の遅延行為を最短で倒すことができます。そうですね、早いです。あ、1分28秒早いですね。私ここのベストタイムが1分31秒ぐらいなんで、早いですね。3秒早いです。
そうです。ありがとうございます。皆さん、56の方使っていただいてありがとうございます。というわけで、次は、アキラくんのオープニングステージですね。何？襲来、襲来ナイトレイドです。で、今回の、アキラくん側は、妹がさらわれたので、助けに行く最中です。で、妹はさっき、ガンボルトくんが乗り込んでた巨大飛空艇の中にいます。というわけで、まあ、地上から、アキラくんは脱出を目指している形ですね。で、ここイベントがいろいろとあるので、まぁ、ちょっと今ミスっちゃいましたが、イベントスキップ必須です。で、アキラくんは、今やっているダッシュがブリッツダッシュと呼ばれるもので、左下にあるゲージを消費することによって、まぁ、ダッシュできるんですが、今やってますね。このリロードの硬直をですね、キャンセルすることによって、常に回復状態になる、無限ブリッツという技が使えます。これが、アキラくん編におけるタイムアタックの一番重要なテクニックになります。ちなみにこれは、バグではなくて、おそらく仕様です。なぜかというと、この外伝である白き鋼鉄のイクスでも実装されて修正されていないので、おそらくインティクリーズはこれを仕様として残しているものと思われます。で、このオープニングステージでは先ほど使った場所ともう一つ、この後にですね、使う場所があって、そのままおそらくボスに突っ込んでいくと思います。ここですね、ここでもう一回無限ブリッツ使うと思います。ああ、これは早いですね。というわけで、アキラくん編のボスであるフェイザントです。まあ早いですね。で、ランナビさんの方も今逃げてますね。ここは基本的に今やった通り2回上下にやって、まっすぐダッシュっていう感じで突き抜けていって、まあそこの狭いダクトのところに入っていくっていうのが普通の、まあ早い攻略方法になります。はい、というわけで次は、ガンブルト君編に戻って、オープニングボス天神庵さん、四字熟語のお兄さんです。で、ステージ名は侵略者アグレッサーですね。まあオープニングステージのボスで、弱いんでそこで削っておしまいになります。これは、これはデルコードですね。かなりいい方です。ここですね、テンジャン君というか、テンジャンさん、たまに画面外に逃げる行動をとってですね、今5秒ぐらいで倒せるんですが、運が悪いと、12秒ぐらいかかっちゃうんで、5秒で倒せるのは相当いい方です。で、今、主人公選択したんですが、ここですね、連打してると、アキラくんになっちゃうんで、ちゃんと左に入れてからやりましょう。私、これで一回、アキラくん選んじゃって、再走になりました。というわけで、次、ステージ、月下、ビーストです。ボスはジブリールちゃん、セブンス能力はメタリカですね。まあ、金属を自在に操る能力です。ジョジョかなと思ったそこのあなた、ですね、このメタリカというのは、ラテン語で金属という意味でですね、ロックバンドの、メタリカと、まあ、同じなんですけども、ですね、まあ、なんで、これ、スタンドではなく、ただの元ネタかぶりですね。でちなみにですが、ジブリールちゃん、非常に自分の体がちっちゃいことを気にしておりまして、ちっちゃい子っていうと切れてですね、攻撃が苛烈になるんですが、まあちっちゃいのが悪いということ。あ、これはあれですね、いいですね。ここで、ガンボルト君のスペシャルスキルであるライトニングスピアを使うことによって、速攻でアラーム破壊して、することによって、速攻で抜けることができます。ちなみにあれですね、ちょっと、もうちょっとジャンプが低いとギリギリ届かないので、スペシャルタイム、スペシャルスキルのクールタイムを待つか、そのまま、アラームを無理やり破壊するかになるので、かなり遅延になります。いや、まだ盗作はしておりませんね。で、ですね、この多分ザク的に倒してるんで、これは多分道中でちゃんとレベルを多分13までにするチャートだと思います。このレベルを13にするというのがかなり重要な内容でして、レベル13になるとガンボルト君にとって、かなり高火力である、スペシャルスキルスパークカリバーが手に入ります。このスパークカリバーの火力がですね、相当高く、一応スペシャル下左下にある、ゲージを2個消費するんですが、まあ、ボスの、1ゲージをですね、完全に消し飛ばすことができるので、ボス特有の3ゲージ目の開始に使ってくるスペシャルスキルをスキップしたりだとか、速攻で撃破したりっていうのを使うので、タイム短縮のためには重要な技となります。
hace un daño. そうですね。スパークカリバーは通常プレイでもかなりお世話になります。ちなみにさらにレベル上げていくことで手に入る、アンリミテッドカリバー、アンリミテッドボルトっていう、30秒間ガンボルト君の能力を上げる技と組み合わせることによって、まあ、ボスのゲージのね、2分の1をほぼ蹴り飛ばすという、やばい火力になりますので、まあ、普通にですね、周回を前提とした、ステージのタイムアタックを行う場合は、アンリミカリバーがかなりお世話になる技。そうですね、アパシーカゲローマンのみんなにも優しいように、今ちょっとあったんで、これ、クードスモードっていうものがありまして、まあ、画面の左中央あたりに数字があると思うんですが、これがクードス、名声というもので、このゲージによってスコアが決まります。で、一応これが1000以上になるとですね、ヒロインモルファちゃんがですね、テンション上がって歌ってくれるんですが、まあ、基本的に、このゲームだと、雑魚的にぶつかって無視したりとするんで、1000行くことはそんなにないですね。あ、そうだ、ごめんなさい。で、あと、カゲロウの説明してませんでしたね。ガンボルト君、通常でボッタチ状態にしているとですね、敵の攻撃を完全に避けることができる、カゲロウという特殊な無敵時間を発生させることができます。ただ、このカゲロウですね、今やってるみたいにですね、ガンボルト君が放電している状態だと使えないので、敵の攻撃を避けるときは、基本的に EP ゲージが、ある状態で何もせずにいるか、普通に頑張って避けるかのどっちかになります。で、先ほど言ってたクードスモードでアパシーと言っているものが、どれだけ被弾してもクードスが、ゼロにならないというモードで、もう一つがテルミットっていうのが3回被弾してもいいやつで、さらにもう一つあるのがレックレスというやつで、一発当たるとクードスが全ロスする代わりに、スコア生産が高くなるというやつです。まあ、レックレスは基本的に、まあ、スコアアタック専用のモードなので、まあこちらの RTA の場合は、まあ、変更時間のとかでロスになるので、基本的に初期であるテルミットのまま戦います。で、今やってるジブリールちゃんの、スペシャルスキル、アイアンメイデンですね。で、これがですね、スキル発動中、常に、防御力が上がっているので、かなりめんどくさいことになるので、2ゲージ目の直前でどれだけ削っておくかが重要になります。で、で、これ今、防御力上がってるのに速攻で死んだじゃんって思うかもしれないんですが、このアイアンメイデンですね、ジブリールちゃんの攻撃モードが、クライシスビーストモードという、自分の命を削る状態の時に使う技で、実はですね、あの技を使っている最中、ジブリールちゃん勝手 にダメージ受けて、どんどん HP 減らしてるんですよね。なんで、とどめの一撃を、与えることによって少しだけ早く倒すことができます。で、次ですね、で、次は、ベンチャーさんの方が、ステージ電脳サイバーですね。で、先ほどちょっと日本語版でのステージを移行したときにちょっと見ていただきたいんですが、このサブタイトルのレイアウト、どっかで見た方いるかもしれないんですが、実はですね、これ、ウルトラマンネクサスがですね、オマージュ元で、インティはですね、かなり特撮好きのスタッフがいることで有名なので、まあ、そういう特撮ネタをですね、探してみるのもいいかと思います。で、今、ベンジャーさんの方が言っているのが、先ほど言った、電脳サイバーというところで、ここのボスが、テンジアン、テセオさんですね。で、セブンス能力はワールドハックというもので、物質をデータに、データを物質に変えるチート能力です。本当にこれがね、やばくて、オープニングステージで戦ったプロトレギオン JP も、実はこの、ワールドハックの能力によって作られたやつで、本当はあれ試作品でまだ実用化してなかったはずなんですが、データを実在化したので、あのように敵として襲ってきてたんですね。あー、もうコメントでヒモボルトとか書くのやめてください。で、まあ、テセオさんですね、ナチュナルボーン、アオリストなので、すべての言動が基本的に、煽ってくる言葉しか使えません。で、その中で使ってくるのが、今、ガンボルトさんって、なんか、オーカってか人に、なんか、養われてるんですよね、ヒモボルト、おつつって、っていうことでね、本当にめっちゃ腹立つことを言ってきますが、まあ、実際ね、ヒモボルトなのは否定できないんで、そこは甘んじて受けていただきたいと思います。
あ、そうですね。今、コラギック取ってたんで、これ、タマトルルートですね。で、今、先ほど、ジブリエちゃんステージ、一番最初に攻略してた理由が、高雷光と呼ばれる、SP スキルを消費しない、火力スキルである高雷光を取るためだったんですが、ここでも手入れ玉取ってたんで、これは火力補助なのか、唯一あるバグ技のたびに取ったのかの、どっちかですね。で、これはあれやりますね。ここの、アラムステージ、ザコラッシュのところは、真ん中でライトニングスピアを使うことによって、すべて一瞬で倒すことができます。早い。あ、コメントの方の補足説明、ありがとうございます。ちなみに今回、ライブノベルをオフの設定でプレイされているようですが、本来のプレイなら、そうですね、画面中にずっとテキストで、ね、そうですね、いろいろと出てきて、煽ってくれたりだとか、やべえこと言ってくれたりとかするんですけどね。このゲームは本当に四六時中ずっとフルボイスで喋ってるゲームなので、そうです。ただですね、ライブノベルオンにしてるときは濃さに気をつけないと、あれですね、顔のグラフィックで敵が見えなくなって被弾するとかあるんで、そこら辺は気をつけていただき、あー、でこれルートが違う。ですね、今ダンルビーさんの方がですね、激流ウォーターの方ですね、ニムロドの、ボスがニムロドの兄貴、セブンス能力はリキッドで、水を操る能力の方に行ってらっしゃいますね。でですね、これがちょっと、もうなんかいろいろと説明が追いつかないんですけど、今戦っている、ベンジャミンさんが戦っているボスが、テセオさんですね。さっきも言った通り、能力はワールドハックで、物質のデータ化とデータの物質化ができるので、さっきこのようにですね、いろんなサイバーっぽい攻撃をいろいろと仕掛けていきます。で、そろそろ。で、ですね、で、ダンルビーさんの方が今戦ってて、今、激流ステージなんですけども、これがね、ですね、失敗すると今、遅延になるやつ食らってますね。この巻き上げる激流を避けながら進んでいかないといけないんですが、あれ食らうたびに、ステージ戻されるのでかなり辛いです。で、今、テストさんの方がですね、スペシャルスキル、インプレ殴るポートレス使っています。ですね、これは基本的に真ん中の方で、テセオさんに対して、ロックオンして雷撃当てて、スペシャルスキルと高雷光を当てるっていう形で、倒すことによって速攻撃することができます。Y venga, acaba destruyendo a este boss. Ah, そういうことで、で、おそらくこれ、サイバーから先にベンジャさん行ったんで、ウォーターを最後に、ウォーター最後にするかな、どっちだろう。Lo dijo antes de comenzar. Voy a ir por ese world record.あ、そうです。これですね、竜巻の周期がですね、ステージのガンボルト君がいる位置確定するので、戻されると、もう一回渦巻き出てくるんで、何回も避ける必要があります。で、今、ダンルビーさんの方が、アラムステージ抜けましたね。で、あそこですね、下に潜ってあのアラームを破壊するんだって、ガンボルト君の相棒が言うんですが、さっきやったみたいに、ライトニングスピアを真上で使うことによって、簡単に破壊することができるので、ステージを抜けた後にライブノベルで、さあ、下に潜って、サイレンを破壊しようって言ってくれるんだが、もう破壊してるんだよな、遅い。あ、で、ルート違いでワールドレコードって言うとちょっと違って、ベンジャさん走られているこのルートはですね、またちょっと別の、あれですね、チャートになってます。ただ、基本的にステージ攻略は、そこまで誤差にならないので、まあ、前半に関して言うと、どこ走っても基本的には大丈夫です。まあ相棒かどうかについては皆様プレイしてねやっていただくと真相がわかるのでね、そこについてはプレイしていただきたいと思います。で今ニムロドの兄貴と戦っておりますね。ニムロドの兄貴はですね水流を扱うっていうことで水攻撃に対してガンボルト君がですね放電しているとオーバーヒートといってしばらく放電攻撃使えなくなっちゃったりっていうこともあるのでちょっと気をつけないとスライドどころがありますね。で、こいつの3ゲージ目使ってくるアクアアバタールなんですけども、そろそろ出てくるかな、ね、使ってきますね。このアクアアバタールですが、ですね、完全に技が発動しきる前に倒さないと、遅延になるので、全火力を集中して倒す必要がありますが、間に合うかな。あ、間に合いましたね。今みたいにやらないと、3回攻撃してきた後にさらに、突進攻撃っていうかなりめんどくさくて長い技を使ってくるので、速攻撃派が必要です。これは早いですね。
924のクードスが。悲しいですね。これは、モルファちゃんも歌うセットアップしてたところでいきなりテンションを下げられました。で、ダンルビーさんの方がさっき言ったテセオさんのステージ、電脳サイバーですね。はい、ということで、ベンチャーさんのところご注目です。サイレンの上で、ライトニングスピア。はい、おしまいです。Hay que ver bien ahora, la pantalla de Dan va a tomar...でこれで次ですね。あ、でごめんなさい。ちょっと私の滑舌が悪くて、なんかちょっとモルフォちゃんのことがモルフォって聞こえてるのは申し訳ないです。ちゃんと気をつけます。申し訳ない。で、ですね、私はモルフォですね。あれですよね。あれモルフォそうですよね。なんか私、あれどっちで言ってました。なんか自分でもわからなくなった。割と私もちょっとなんか混ざったみたいな発音になっているので申し訳ないです。ちゃんと発音させていただきます。まあ、大丈夫です、大丈夫です、はい、で次のステージはまあ一応さっきお互いが走ってたところなんでそんなに今言うことはないと思うんですが、これはやっぱり両方とも雑魚を道中倒してってるルートなので、おそらく前半4ステージが終わった時にですね、戦うガウリさんの時にはレベル13になるように調整してるんだと思います。で、ちょっと先に説明しておくとですね、ガウリさんの、スペシャルスキルがですね、超絶遅延行為なので、なるべく、スペシャルスキルを発動させずに、逃げ締め、ミリ残しからの、スペシャルスキルで速攻で倒さないと、めちゃくちゃめんどくさいことになります。で先ほど高麗玉通ってるか取らないかっていうところがあったんですが、一応スイッチじゃねえや、スチーム版の、ワールドレコードの方はですね、通ってらっしゃって、その時はですね、先ほど言ったノーマルスキルを使用後にですね、数フレームだけ、ジャンプの、入力猶予がありまして、ジャンプできるっていう、まあ、二段ジャンプの技があるんですが、そのために通ってることが多いですね。さて、これはどうですか、ね、で、でベンジャさんが次がおそらくステージ氷結でフローズンシティの方行くと思います。でここがボステンジャンですね。さっきのあの四字熟語のお兄さんのところになります。あ、そうですそうです。必殺技の直後だけね再ジャンプできるんで、それによってあの無理やり高いところを登ったりっていうことをしますね。あ、そうですね。モルフじゃなんでちっちゃくなってるのって思うかもしれないんですが、これエデンのですね攻撃というか、まあちょっと仕業でですね、サイバーディーバーの力がですね分割されてしまいまして、まあそれによってちょっと能力全盛期から劣ってしまった。ああ、ちょっと今ベンジャさんがあれですね、スキップ失敗しましたね。あそこですね、速度をつけて走り切ることによってカメラが追いつかない状態で大ジャンプを起こしてまあ端っこまで進めるっていうのがあるんですが、ちょっと失敗しちゃいましたね。でここも消える足場を使ってうまく飛んでいきます。まあ消える足場はね、あのロックマンシリーズ恒例なのでね、ここで再現されています。まあ本当はまあちょっとね、シアンちゃんなんですけど、そこら辺はまあちょっとごめんなさい。私がいつも癖でモルファちゃんって呼んでるので、そっちになっちゃってます。で、まあ本当はヒロインちゃんはシアンちゃんって言ってて、シアンちゃんのセブンス能力によって生まれている人格がモルファちゃんなんですが、まあちょっとそこら辺の細かいところはね、実際にプレイしていただいて、どういうものなのかを知っていただければと思います。で、中ボス、アキラくんですね。で、アキラくんもですね、カゲロウを擬似的に再現している攻撃があるので、雷撃の中に当てた状態でやらないとロックオンできずに避けられてしまうので、まあさっきみたいに電撃でやって、攻撃する必要があります。ああ、ちょっとシアンちゃんのはまずいですよ。ちょっとそれは前作のバイパーさんです。で、ここのザコラッシュステージもアラーム破壊します。基本的には高麗光を当てた後に速攻でロックをかけて攻撃して破壊します。で、テステオさんのあれですね、インプレナブルフォートレスですね。ちなみにこれ私発音がなかなかうまくいかなくて、昨日10回ぐらいずっと頑張って発音できるように発音練習してました。
あー、まずいです。それはまずいです。コメントやめてください。盗作してる。はい、コメントの盗撮枠がやばい。これは生かしてはおけない。あ、で、今やってる大ジャンプがですね、敵をうまくスルーして避けることができる技なの。何をやってるんだ、これは。これは、そっちからか。これは、やりましたね。三段ジャンプです。あ、でも失敗しましたね。あ、でも結構うまくいった方か。今みたいにやることによって、複数回ジャンプして無理やりショートカットすることができます。で、ここもですね、加速度大ジャンプすると思います。やるか、あ、やらない。まあ、ただ、それでも速度乗るんで、今みたいにカメラさんが追いつかない状態ですね。たるやんのぼけ、さべ、さべ、えんてんぽけ、ぺるよ。というわけで、四字熟語のお兄さん、天神さんです。で、こいつもですね、スペシャルスキルの、いいんだな、評価切断がですね、しばらく中央に留まった後に、判定を自分が消失させて、まあ、画面外に逃げちゃうので、技が発動する前に倒す必要があります。で、今、ベンジャーさんがやっている、ダートって実は、複数切り替えることができまして、今、二股になっているのがテクノスというやつでですね、これが接射するとですね、ダート2発分当たるので、効果力になります。なんで、まあ、技を何個も当てた上で、さらに接射するっていう形、することによって速攻撃することができます。あ、そうなんですよ。オープニングと比べて、強くなってるんですが、これにはちゃんと設定上の理由があって、スメラギ戦の能力ブーストである宝剣というもののレプリカを最初は使っていたんですが、まあ、その後ですね、サイバーディーバの力を手に入れてですね、それによってブーストされているので、まあ、これみたいに、今のステージみたいにですね、あたり一面を氷好きにすることができます。あ、そうなんですよね。ちょっと今コメントで出てますが、ですね、ボスラッシュの氷のお兄さんはちょっとですね、さらに強化された技を使ってくるので、そこも見どころだと思います。というわけで次、交差クロスロードです。さっき言ったガウリ君のステージですね。で、ガウリ君はですね、基本的にラップで、会話をするんですが、このラップですね、プロのラッパーのエースさんの監修を受けているので、マジに、ちゃんとしたラップです。で、この時ですね、ワナビーどもに味方するお前の思想を理解不能とか言ってくれるんですけども、実はこのね、ラップ、ガンボルト君もちゃんと上がるらしくてですね、なんとなくは会話が成立するという、何をやってるんだこいつはみたいなことを言っております。踏むなライムをということで、ありがとうございます。はい、というわけで、これが遅延技です。で、出てきたときにこの3本を速攻で破壊しなくてはいけないので、破壊しますね。実はこれ、真ん中でライトニングスピア使うのが一番早いんですが、まあ、今回はやらなかったですね。でですね、この技ですね、実は、他の人と違ってですね、何発も撃ってきます。私ですね、3回くらいやられてめちゃくちゃ遅延食らいました。あ、で、スパック狩りは手に入れましたね。これが、最大火力の技になります。Acaba de conseguir el skill. Ok, Dan Ruiz también. Cuidado con Dan, tuvo el mismo problema. De, この後に、ですね、ベンジャさんの方は後半ステージになりますので、まあ、エデン本拠地に乗り込んでいく形になります。El infortunio de haber caído. Gracias, mecánicas de hielo, by the way.で、ここは、ステージ名が敵地ですね。で、ニケ、敵地エデンです。で、ここのボスは、ニケ様ですね。セブンス能力はダングルヘアで、まあ、髪を自在に操る能力でですね、どうもですね、部下が全員ほぼ髪フェチなようでして、アキラ君編でわかるんですが、侵入者を排除した方には、髪を1年分だっていうことでですね、突如興奮しだすエデン兵みたいなことになります。そうです。オングシ1年分もらえるとあれができるっていうことでね、なんかめちゃくちゃ喜ぶんですが、一体何に使うつもりなんでしょうね。ちなみに右の奏者の方のステージが、まあ、いわゆるここからは YD ステージというやつになります。そうです。どちらか、まあ、ドッグマンゼロシリーズの、まあ、どちらかというと、ネオアルカディアに近い感じでですね、まあ、トゲだらけなんですけども。インティクリーツ恒例のね。そうですね。ちなみにですね、ここでですね、ライブノベルオンにしてるとですね、トゲだらけにすればいいってもんじゃないっていうことでね、今までの前作に対する何かを言ってくれるんですが、あ、ちなみにガンボルト君は、トゲに刺さっても、ダメージは受けるんですが、即死ではありません。
で、今もいいですね。あの、スキル後の2段ジャンプでうまくショートカットしましたね。ここもう一箇所、2段ジャンプポイントあります。ここですね。ここでもう一回やると思います。あー、失敗した。これが結構難しくて、私もこれ、猶予何フレームあるのかちゃんと理解してないんですよね。なんか成功したらラッキーぐらいでやってます。まあ、でも穴はダメですということで。あー、今回は辛いですね。一応一回失敗したらもう普通にやった方がいいんです。あ、今回は成功しましたね。いけました。そうですね。まあトゲも普通にカゲロウ発動して、まあただカゲロウが発動しなくてもトゲは普通にダメージを受けるだけなので死ぬことはない。あ、まあそういう、まあソングオブディーバーはね。でもソングオブディーバーも即死は確かなかったような記憶があるんですが、どうだったかな。で、そうですね。スコアアタックだと、トゲ即死とか、いろいろとタイムアタックのモードによっては変わってきます。で、あれですね、ダンルビーさんの方もガウリ君のステージ行きました。あ、で、ちなみに先ほどはちょっと言わなかったんですが、ガウリ君のセブンス能力はプリズムで、そのまま水晶を自在に生成する能力です。まあ、なんで、これによってハイウェイを破壊して、まあ、交通を今破壊してるっていう状態ですね。あ、いいですね。で、今、ベンジャーさんの方がベルトコンベア地帯うまく抜けていきましたね。あそこ、逆方向と順方向のやつがあって、まあ、綺麗にちゃんとジャンプしておかないと、タイミングミスるとですね、そのまま落ちてホッするんで、気をつける必要があります。で、ここの雑魚的ラッシュは3体目をあれやるかな？あ、やりましたね。出てくる前に殺すということで。今やると、あれがちょっとだけ速くなります。というわけで、2K 様戦ですね。まあ、これはね、神フェチになるのもわかるということで。ちなみに CV の方、ちょっと名前すぐ出てこないんですが、ちゃんとロシアの方が当ててるので、まあ、そういうところもインティのこだわりがちょっと見えますね。CV はジェーニャさんですかね。ああ、そうです、ね。アニメとかだと、ガルパンとかでも出演されている方です。あ、でコメントの方でありがとうございます。で、そうなんです、このですねボスたちの名前全部、ミサイルが元ネタで、名前は元ネタがミサイルで、デザインの方はそれぞれの童話ですね。例えば、2K 様の場合はそのまま塔の上のラプンツェルっていう形になります。で、これはワークカリバーじゃあれやらなかったのか失敗したのかちょっと今見てなかったんですが、ちょっとスキップは失敗しましたね。これ、長いんで、本当は、2ゲージミリ残しでスパークカリバーやることで倒したの方が、演出的には早いです。で、クリアしたので、さらに敵地の奥に行きます。今度は、楽園ヘルだったかな。で、ボスの方は、まあまだ行ってないからさ、あとでいいか。で、どうすかね。ダンルビーさんの方も今、どんどん行ってるところですが。どうですかね。で、ここでまた、どうでしょうね。ダンルビーさんは、スキップ技使いますかね。あ、使わないですね。普通に行きました、ね。あーっと、失敗した。ここちょっと地味にタイミング測るのも難しいんで、失敗すると本当に難しいんですよね。で、今行ってる、敵地の方ですね。で、ここが、オープニングステージであったように、コンパネをハッキングすることによってゲートを開けていきます。あ、で、今さりげなくやりましたが、ダートのですね、ナガを使って貫通することによって、本来の、工程をスキップして、ロックオンをすることができます。ああ、早いですね。今やるのが一番、最速です。うまいですね。そうですね。なぜか、ノリノリで、同時ロックオンだって言ってくれるんですけど、別にそこってそんなテンション上げて言うことじゃなくないっていうところですね。今、右の走者の方がようやくクードス戦に突入しましたね。さて、で右の走者の方のプレイ画面、環境では
BGM がボーカル曲に変わっているはずですが。さっきが、で、あそこちょっとシークレットで2分以内にあそこのシャッターのところを抜けられると、クードスがシークレットで1000もらえるので、確定で歌が聴けます。ちなみに、私はですね、あの後速攻でリトライマーカーっていうチェックポイントを取っちゃうんで、歌い始めたでイントロが流れた瞬間にスンって音が聞けます。で、そうですね。今ここで流れている曲がマルチユニバースっていう曲で、かなりいい曲なんですが、まあちょっと残念ながらインティさんのところではアップされてないので、ね、皆さんサントラ買ってください。で、今やってるですね、ガタガタ動くことによって、ロック音分散しつつ、雷撃のロック音を当てるっていう、まあちょっとした速攻技ですね。で、ここ、そうですね。基本的に言い忘れてたんですが、ダッシュジャンプが一番移動としては最速になるので、何もないところではダッシュジャンプ連打します。で、ニケン様ですね、今、ダンルビーさんが戦ってるんですが、このボスもですね、テクノスを使わないとですね、髪の毛にダートが基本的に阻まれてしまうので、まあ、接射してテクノスレンダーで、さらに雷撃を当てていくっていうのが一番の速攻パターンになります。でここのゲートモノリスを倒すと、ボスのアスロック君ですね。アスロック君は、パペットワイヤーで、なんか手から出る、エネルギー上の線によって、機械の強化、コントロールする能力という、なんかいきなりざっくりしたものに変わっちゃいます。で、アスロック君はですね、実はですね、パティシアを目指していたんですが、まあ、度重なる能力者への迫害によって夢を諦めてしまったというちょっと悲しい過去がありまして、アスロック君が使ってくる技は基本的に、まあ、洋菓子やお菓子用語を使ってきたものが多いです。なんとかさんはやめてください。かわいそうです。アキラ君と同一視するの怒られちゃうんでね、やめてください。キャラかぶってるとか言っちゃダメです。スキップ失敗しました。ビートアップアンメルドルですね。本当は、あれで技がちょっと連携技使ってくるんですが、まあ、速攻で撃破するのが基本なんで、ああいう形になっちゃいますね。で、今戦っているのが、プラズマレギオンで、プロトレギオン JB の完成型です。完成していたのかっていうやつですね。でですね、基本的にこいつは、前方にシールド貼ってくるんで、シールド貼っている間は潜り込んで、高ライトニングスピア。っていう形で、1ゲージ目を速攻して、2ゲージ目は普通にダートでロックして攻撃していくっていうのが基本パターンになりますが、今回は高雷撃使っていますね。まあ、グラントルタには、まあ、グラントルタ君は、アキラ君編の、まあ、でかいロボットなんですけども、まあ、あれは一種のボーナスステージみたいなもので、多分ないんでしょうね。で、これは、デイジーレーサースキップするかな？あ、しますね。成功しました。これデイジーレーサーっていう、スペシャルスキル使ってくるんですが、分離する前に高雷光を当てることによって撃破するので、こうやって無視することができます。で、このデイジーレーサーっていう技はですね、どうもインティクリエイツさんの、デビュー作である、変形走破ガンバイクでしたっけの、ものをどうも、モチーフにしている技だそうです。で、戦車が飛ぶんじゃないネタはあれですね。ガンボルト君の、無印の方のネタですね。まあ、この時ですね、オープニングステージで飛ぶ戦車を散々つけられたにもかかわらず、後半で戦車が飛ぶんじゃないって切れるんでね、君、オープニングで見てたでしょうっていうのがあるんですが、まあ、度重なるストレスによってちょっと記憶の方が、っていうことでしょうね。はい、というわけで、ベンジャさんの方早いですね。ラスボスのステージである、聖者パンテーラの、ところですね。で、今、テンジャンさんいるんですが、まあ、ロックマンシリーズ恒例のボスラッシュです。で、まあ、これ、ある能力によってテンジャンさん復活してるんですが、まあ、こちら側もね、もうボスをたくさん倒してきて強くなってるんで、基本的に苦戦することはありません。普通に倒しましょう。そうです。被害者の回です。で、もう一回、
と仮説弾使っていきますね。が、まあ、あのスペシャルスキルとノーマルスキルを駆使して速攻で撃破します。するとですね、エンジアンさん、ついに真の力を解放というか、まあ、命を削ってもう一つの技使ってきます。セブンスラッシュっていうんですが、まあ、日本語版では、ですね、そのまま、なんだっけ、羅刹姿勢ですか。ラセス姿勢ですね。で、まあ、簡単に言うとですね、エターナルフォースブリザード、相手は死ぬです。あ、食らっちゃいましたね。で、この技、エターナルフォースブリザード、相手は死ぬなので即死技です。が、ここでですね、あのガンボルト君を死なせたくない、あの悪霊のシアンちゃんことモルファがですね、あのモルファちゃんがですね、あのストング・オブ・ディーバで復活させますし、してなお戦わせる。というわけで、じゃあなんすか、ティンジアンさんの犠牲は無駄だったってことっすかっていうところでね、あの無駄死にでございます。そういうとこやぞインティ。というわけでもう一回ボスラッシュです。ジブリールちゃんです。ちなみにジブリールちゃんですが、でですね、オリジナルの方がやられるときにガンボルト君の雷撃で焼かれたのがですね、相当気に入ったらしくてですね、惚れたそうです。やべえよ、盗作してるよ。というわけでですね、あの、会いたかったぜ、ガンボルトということでね、あの、これが恋かもしれねえということで、ですね、言ってくるんですが、あ、ただ、俺は戦うことしか知らねえ。それにあんたと俺は敵同士。だから、戦い合って痛みつけて、俺を盛り上がらせてくれ、ガンボルトということでね、とんでもないことを言ってきます。これにはさすがにガンボルト君も何を言っているんだ、で、しかも、シアンちゃんについても、ええー、ってかなりドン引きです。ただ、ジブリールちゃんはまんざらでもないようで、よしてくれ、その哀れるようなクールな目、惚れ直しちまうと、なんかもう完全にほの字でございます。と、まあ、かなりやべえ性癖状態なんですが、まあ、今作の盗作枠だったのですね、実はジブリールちゃん。ちなみに、そのことについて、なんで攻撃してくるんだって切れるとですね、理屈じゃねえ乙女心だとのことなんで、やはり乙女心は強いと。はい、というわけで、まあ、ただ、まあ、お望み通りね、あのスーパーガンボルト君は、あの雷撃無限なのでね、あのちゃんと雷撃でこんがり焼いてあげました。これがあのちゃんと望み通りなんでね、望みが叶ったよ、やったねってことですね。というわけで、復活の天使、テセオさんです。でですね、この時テセオさんどうも負けを認めていないようでですね、あのちゃんと戦ったら俺の方が強いんだって言うんですが、まあね、そんなこと言ってもう一回負けてる相手に負けることはないんだよなってわけですね。ちなみにちょっとあの解説が忙しくて言えなかったんですがですね、テセオさんはかなりプレイヤーの中ではあの嫌われてる方でですね、理由がですね、テセオさん、ヒロインであるモルフォちゃんのことをですね、あのオワコンとか言ってくるせいでですね、あのかなりあのそこのことでヘイトを買っております。オワコンじゃなくて悪霊やるがいっていうのが、まあ、私個人の意見ですがね、どうでしょうね。ああ、ちょっと正論パンチやめてください。オワコンにしたのは GV じゃねえよ。まあ、GV がきっかけではあるんですが、あの本当にオワコンしたのは、まあ、あの他の人なんでね、そこはやめてあげてください。はい、というわけで、ベンジャさん早いですね。3人目のボスラッシュ枠である、ニムロドの兄貴の方行ってます。で、まあ、この時はもうすでにね、あのテクノスも持ってるんで、あのとりあえずもう接射して雷撃浴びせるだけでそこでできます。ピクセルアート、カシカシme gustan más para este tipo de juegos que es muy, por así decirlo, muchos colores y muchas cosas en pantalla. Prefiero ver algo más apacible a la vista, a pesar de que aquí hay muchos colores.だってこれでまたアクアアバタールを発動される前に削り切れれば速攻できるんですが、どうですかね。あ、間に合いましたね。普通に倒せました。早いです。で、あ、これはちょっとまずいかもしれないな。間に合うかな、これは。ダンルビーさんの方が、ギリギリ間に合いましたね。なんで速攻できたんで、もう一回羅刹姿勢をわざと食らって、スーパーガンボルト、あ、ちなみにこのガンボルト君のスーパーガンボルト、ここでスーパーガンボルトになるのは、確定なんですが、これ、初見でですね、めちゃくちゃ避けづらい攻撃なので、てっきりですね、そういう演出なのかと思ってですね、普通にクリアすると、ここの、クリアランクがですね、C っていう最低ランクになるので、この技、ちゃんと避けないと、高ランククリアできません。で、ベンチャーさんの方が、間違えました。
パンテーラさん戦です。で、パンテーラさんですね、モチーフが、サキュバスとインキュバスなので、なんかちょっと見た目がいろいろとセンシティブでまずいんですが、まあ、そこは触れずに行きましょう。基本的に倒す方法は、先ほどと言ったで、テクノスやって、雷撃浴びせます。で、3ゲージ目突入した瞬間に、速攻で、スパッカリバーを当てることによって、超絶長い技である、ファンタズマゴリアをスキップします。そうですね、コメントである通り、まあ、ちょっと能力の応用なのか何なのか自由に TS できる方なんで、本当の姿はこの後見ることが一瞬できると思います。ということで、真の姿はロリテイラちゃんですが、戻してというわけで、ですね、この状態、スーパーガンボルト君だった状態も、解除されている理由なんですが、ですね、このパンテーラさんの真の形態にですね、魂ごと取られちゃいまして、あれですね、魂の NTR ということでやってくれるのはこの幼女ということですね。で、基本的な技は、第一形態はただロックオンして削るだけなんですが、ちょっと2ゲージ目からめんどくさいかと思います。というわけで、マニア。あ、そっちの方向で行きますね。今みたいに黄色い時はですね、最初は初手にガード出し、シールド出してくるので、あのシールドを削り切らないとダメージ取りません。なんで速攻で破壊する必要があります。で、緑なんですが、これは技キャンセルしましたね。ということで、ラスボス3ゲージ目のスペシャルスキルです。で、これが、まあ、開始前にいろいろと話してたんですが、マイクつなげている時のスチーム版と、3DS 版で技が変わるやつです。で、基本的にあんまり演出の時間は変わらなかったはずなんで、どっちでも良かったと思うんですが、まあ、基本的にはこの技、ああ、いいですね。綺麗に避けます。これちょっと避けるのを私全然まだできてないんですけど、綺麗に避けましたね。で、これは間に合うかな？あ、いいですね。速攻パターンいきました。タイムストップです。あれ、43分って自己ベ更新ですね。GG。おぉ。早いですね。というわけで、まだ本当はいろいろと続きがあるんですが、それはアキラ君編をクリアしないとわからないので、まあ、多分皆さん購入してください。ああ、44分2分早いです。44分2、インゲームタイムでこれは早いです、ね。で、ちなみになんですが、スピードラン .com 上では、ガンボルト層はですね、ハード別にそれぞれ記録が取られておりまして、まあ、それぞれ、まあ、ロード時間の関係もあって変わってるんだと思いますが、Steam 版がやっぱり一番ロード時間という意味では早くて、まあ、ワールドレコードが42分ですね。まあ、新エンドに希望はありますかってあるんですが、まあ、そこはガンボルトさんに期待するしかありませんね。ご覧のありさまにはきっとならないと私は信じています。ちなみに正しいタイトルはガンボルトギプスですね。そうですね、ガンボルト3シリーズ3作目になりますが、はい、まあそうですね、トゥルーエンドなだけであって、まあトゥルーは真実エンドって意味であってハッピーエンドではないので、まあただちょっとだけ言わせてもらうと、まあ、主人公君たちは一応ですね、この結末にある程度の納得はしているので、いわゆるメリーバッドエンドですね。本人たちは納得してるけど、私たちから見るとこれはバッドエンドってやつです。で、そうですね、ちょっと今書かれていますが、まあ、アドベントをね、ゼクスアドベントは一体どうなってしまったのかっていうところはありますが、まあ、きっとそのうち気が向いたら、きっと作ってくれると思います。要望出しましょう。要望出せば作ってくれるはずです。で、あれですね、ダンレビーさんの方は今、ニムロドの兄貴です。で、ニムロドの兄貴は、海洋保全が講じてエデンに入った人で、まあ、あれですね、海を汚す絶対数が減れば海汚れんやろうっていうことで、とりあえず無能力者の殲滅を掲げてるんですが、まあ、ということは、発動しまった。これはどうだろう。出てくるところを無理やり倒すパターンかな。あ、いいですね。出てくるところを無理やり倒すパターンで強引に突破しました。で、ニムロド兄貴は、その海洋保全をする人なので、まあ、能力者、とりあえず、無能力者を倒せばいいだろうの理論でやってるんですが、とりあえずって言ってるので、つまり海を汚す存在絶対許さないマンなんですね。ということは、次は能力者の粛清を始めるのでは、一番思想やべえよ、こいつってやつですね。
hacerle una pequeña entrevista. Ahí estoy yo con Pantera Sendes. どうかな。あ、このパターンは結構いい方ですね。この時、真ん中でボッタチしてくれるので火力出せます。まあ基本的に1ゲージ目の技はボッタチが多いので、まあ基本的に男性形態の時はダメージ稼ぎ時なんですが、女性形態になるとですね、動き回る技が多くなるんですが、あ、今いいですね。高麗光で無理やりキャンセルしました。で、この技が、まあ、所狭しと技攻撃してきて、最後に抱き止めてって言って飛んでくる技なんで、ちょっとですね、タイミング見せると避難しちゃいます。で、これ削らない。ああ、いいですね。スパークカリバー行くかな。で、これで多分、ああ、これは発動しちゃうかもしれない。怖いな。いけるかな。ギリギリ間に合うかな。で、中心で抱き合ってる時も判定あるので、今みたいに高麗光を落とすことによって、ああ、あれですね。強制的に倒すことができます。で、ボスラッシュの理由なんですけども、このパンテーラのですね、強化された能力で、まあ、セブンス能力ミラーって言って、幻影の能力、まあ、幻影の生成の能力なんで、実はあれ全部幻影だったっていうことですね。まあ、質量あった。質量を持った残酷ってやつですね。でこちら側もでダンレビーさんもついにラスボスの方のロリテイラさんですが、でこれカード飛ばしてくる方の方がですね、電撃を切る瞬間が生まれてしまうので、本当は単純にカードを垂直投げしてくれる方が火力出せます。あー、全部誘導弾の方、これはツン、あー、これはめっちゃツンです。Porque tengo otro timer al lado en Gauri y ya había perdido cierta cantidad de tiempo, más 17, y cuando ya llegué a ese nivel. で、基本的に今、黄色の時に使ってくるバリアは、まあ、高麗光を一発で剥がせるので、高麗光で、あー、最悪な遅延攻撃来ましたね。これ回復級なんで、速攻で破壊しないといけないんですが、あれ吸い込み判定もあるので、出てきた瞬間にロックオンしないとですね、自分が向いた瞬間に吸い込まれて被弾して、しかもロックオンもなかなか取れないっていう、なかなか最悪なモーションになります。あ、で、こっちの場合は、あー、なるほど、そっちか。ですね、今や、スパーク狩り場打ったのは誤爆ではなくてですね、3ゲージ目終わって出てきた瞬間に、そこで高麗光を当てることによって倒すパターンのチャートです。で、まあ、私と同じことして、私も基本的に避けられないんで、真ん中で、かげろうまに。これが一番楽なんですよね。RTA だとここはどう頑張っても発動はするんで。で、はい、こちらも終わりました。GG です。GG ですね。そうですね、先ほどの敵のボス必殺技を避けていたのは、まあ、ぶっちゃけ十字キーの下を連打してるだけで、このゲームはほぼ無敵です。避けられちゃうんで。はい。なので、アクションゲームが苦手な人にも優しいゲームとなっております。まあそうなんですけど、実は一部の攻撃はですね、電撃系は電撃能力者は避けられないという設定があるんで、実は電撃は食らっちゃうんで、一部避けられるやろうと思うと食らうっていう技が一部あって、まあ、取ってなるんですよね。というわけで、お二人とも GG でした。これは何か、この、まあ、EST 的に特に何か追加でやることはないはずなので、終わるのですね。このまま終わるのかどうか、もう少し様子見していきましょうか。まあ、今のうちに何か語ることがあれば。そうですね。ただ、語ろうと思ってたことの大半が、セットアップ時間で全部語っちゃったっていうところはあるので、特に私はない、ね。何か、あればっていうところなんですが。私も特にないというか、これ以上深掘りして語っていくと、ただのインティクリエイツ信者になってしまいそうな。まあ、ちょっと、ね。あ、歌いはしませんよ。私、音痴なんです。そうですね。そうですね。もう、まあそうですね。セットアップ時間の時も言いましたが、ガンボルトの続編であるギプツの方、皆さん、2020年発売予定ですので、ご購入のほどよろしくお願いいたします。2022年。そうですね。来年発売予定です。はい。というわけで、では、そう。Lo siento, gente, de verdad. Lo intenté hacer lo mejor. あれは私2022年って言いました。2020年って言ってました。ああ、それは気のせいです。2022年。
ごめんなさい。来年発売予定です。歌えば販売が早くなる可能性はちょっと我々はセブンスではないのでね、時間をねじ曲げることは難しいかな。そうですね。まあ、あと、そうですね。まあ、もしこの配信クリーツ の関係者が見てらっしゃったらっていう話になるんですが、青の運命デュエット版、フルで待ってますので、どうかリリースのほどよろしくお願いいたします。そうですね。まあ、それが、デュエット版というのが何のことなのかは、実際にこのゲームをプレイして確かめてみてください。ということでございます。はい。というわけで、じゃあそろそろ私の方は退散させていただきたいと思います。ということで、まあ、ガンボルト5、6にですね、ちょっとちなみまして、アスタラビスターということで、私の方は退場させていただきます。バイバイ。はい。では、どうも解説ありがとうございました。アスタラビスター。はい、アスタラビスタ、失礼します。まあ、アスタラビスタという定番の挨拶が何なのかも、ね、このガンボルト一作目を実際にプレイして確かめてみてくださいということで。Y, and of course, thanks to the Japanese rhythm. I know you guys enjoyed this run.And I hope maybe get some near run. If you're really interested, every single strat in this game, we have a lot of guides, a lot of information, and of course, the community is really awesome to help the new runners.今、右の視聴者の方がジャパニーズリストリームについて言及されられてますか、ね。No sé si mis panas tienen algo más que decir para que demos hincapié a la siguiente run. Yo quiero decir unas palabras.Adelante, adelante, por favor. Adelante, nomás, tu rey. Nada más que quiero decir que con esto...そうですね。このイベントは、まあ、スピードランズエスパニョール8ということで、まあ、スペイン語圏の、主にスペイン語圏の奏者の方を集めて、まあ、走る RTA のイベントとなっております。そうですね。そうですね、8回目なのかな、ちょっとこちら勉強不足で申し訳ないですが、8回目以外にその数字がつく理由はないんじゃないかなと思います。そうですね、スペイン語で英語のハロー、日本語のこんにちはに当たるのがオラーになります。H は発音しない。スペイン語でありがとうは、グラシアスですね。Nos despedimos todos. Adiós. Adiós. Chao, chao.これは、終わりましたね。はい。というわけで、ここまでが、アームドブルーガンボルト層の、ガンボルトエニーパーセントでした。解説には、会場さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。というわけで、次のタイトルの準備に入りますので、しばらくお待ちください。